ボーイズ&メン小林豊の勝手にご当地グルメ開発長。はい、今回のゲストはボーイズ&メン千代匠です。よろしくお願いします。はい、ようこそ。はい、はい、今回作ってるのは、はい、じゃん、はい、名古屋名物の八丁味噌を使ってラザニアを作っていってるんでーす。ここには、はい、見て、ホワイトソースだったり、はい、ここにはトマトソースも作ってます。はい、はい、あの味噌とラザニアって合うんですか？味噌とラザニアは、はい、実は、はい、香ばしい香りがしてめちゃくちゃ合うんです。でもね、はい、そこでポイントなんです、はい、味噌の香ばしさを出すために、はい、まず味噌をごま油で炒める、はい、ここがまずポイントなんですよ。そこが味噌というわけですね。うまい。はい、この味噌を使って、はい、美味しいラザニアを皆さん作ってみてください。はい、よろしくねー。よろしくー。